デビルサマナーソウルハッカーズ。はい、ということで、早速やっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ソウルハッカーズはね、ちょっとね、一回リメイク版かな、リメイク版の 3DS のやつをやっただけで、なんか全然覚えてないんですよね、内容的には。まあなので、初見みたいなもんなので、まあ一緒に楽しんでいきましょう。あとオープニングの格付き、ほんとすいません。キャラクターだけ分かればいいかなって。あ。5年前、政府によって提唱された次期情報都市政策は、それまで地方都市に過ぎなかったこの街の姿を大きく変貌させた。ネットワークという電子の網に包まれた街、情報環境モデル都市奄美市の誕生である。ふんふん。これムービーとか大丈夫かな。次のニュースです。まもなく一般公開されるパラダイム X ですが、ネット上に誕生する仮想電脳都市に市内は話題騒然です。モニター募集には希望者が殺到し、予想を大きく上回る反響にアルゴンソフト社も抽選が打ち切れず悲鳴を上げている模様です。おー、アルゴンソフト社。なお、今後パラダイム X は一般に公開される予定ですが、どんな話だったっけ？ハッカーなのは覚えてる。それしか覚えてない。ねえ、ここなら大丈夫じゃない？ひとみちゃん。おう。私たちだってハッカーグループ、スプーキーズのメンバーなんだから、これぐらいやんなきゃ。ほら、ここのターミナルなら人通りも少ないし、ハッキングにはうってつけでしょ？どうかな？いきなりかい？本当にやんの？だって抽選なんて期待できないもん。私だけじゃ不安だし。ね、お願い。しょうがないな。やれやれ。ふん、ありがとう。当選者リストのアドレスはリーダーに調べてもらったから、適当なところに自分の名前を書き込んじゃって。おー、ムービー。大丈夫か？かくついてっけど、なんとか、いけそうですね。いけるいける。昔のゲームにしてはすごいムービーがしっかりおしゃれ。いや全然覚えてないなぁ。おーおーおお、なに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 、かっこいい。おーおーおお、これが何、当選者のリスト。お、これ当選した人かわいそう。めちゃくちゃかわいそうじゃない？ごめんね。悪いな。ねえ、これがパラダイム X の当選者リストなんでしょ？システム、ん？パスワード承認、パラダイム X モニターユーザーの登録変更を行います。うんうんうん。あ、すごい、漢字使えるんだけど。え、すごくない？やばー。なるほどね。これは、じゃあ、フルネームいけるか？あるよね、多分漢字。はい、できました。アモーリケです。すごいね。漢字でちゃんと名前入れられました。入れられました。はい。いきます、アモリキです。イエース。コードネームか。ちょっと待ってな。考えたけど何も思いつかなかったので、ちょっとカッコつけてローマ字でリケです。はい、イエース。アモリケ、コードネームリケ、よろしいですか？はい、よろしいです。
く行ったのかな。モニターに当選すると自宅にライセンスが届くらしいけど。え、ちょっと待って。まだ画面に何か映ってるよ。お？いや、BGM かっこいいなぁ。ん？あ、もうリケ、強きソウルを持つ者。やっと会えた。え、なになに？強きソウル。はい。え、誰なの？リケを知ってんの？どういうこと？私の名前はレッドマン。ここは危険だ。早く立ち去るわよ。ネットポリスが動き出したぞ。お？ネットポリス。レッドマンって。よし。え？ねえ、リキ知ってる人？いや、知らないです。私はいつでもお前を見ている。覚えておいてくれ。いずれ再びお前の前に。何だったんだろう。リケの名前まで知ってるなんて、君の悪い通信だったね。なんだろうなぁ。きゃっ、あ、なんだ、リケのだよ。おう。私の？あ、お兄ちゃん、私、トモコだよ。あ、妹いんだっけ？大ニュース、大ニュース。あのね。とにかく大ニュースなの。早く帰ってきて、早く。あれ、もしかして今のトモコちゃん、知ってんだ？そうなんでしょう。そうだよ。ふふ、ずいぶん嬉しそうだったけど、何かあったのかな？そうね、ハッキングの結果も気になるし、リケの家に行きましょう。はーい、わかりましたー。私んちかー。一緒に行く感じ？あ、パパ？これ。ん？おー、リケ帰ったのか。リケの父親。一企業のサラリーマンで愛妻家。お、いいじゃない。新しいものが好きである。うん。トモコが探していたが、お、噂をすればだな。トモコ、お兄ちゃんお帰り。ただいま。あ、もうトモコ。ちゃんと甘おけだ。リケの妹、明るく活発な中学3年生。あ、ひとみちゃんもいらっしゃい。久しぶりトモコちゃん。ずいぶん嬉しそうだけど、どうかしたの？あ、やっぱりわかる？そうなの。大ニュースだよ。パンパカパーン。かわいい。我が家がお兄ちゃん名義でパラダイム X のモニターに大当たり。何？本当か？やったのリケ。まさか当たるとは。あはは、そうだね。あ、ママ？ママ普通だな。もうあなたまで子供みたいに少しはトモコを叱ってくださいな。リケの母親。には優しくしつけには厳しい。コンピューターにはまるで興味がない。なるほどね。トモコ、あなた受験生なのよ。パソコンで遊んでいる時じゃないでしょ。まあそう、そうかもしれないけどさ、なんか勉強って強制されてさ、やるもんでもないよね。ごめんなさいね、ひとみちゃん。みっともないところ見せちゃって。そういえばお父様は、また遺跡調査に行ったんですって。遺跡調査？何？どういうこと？どういう家？はい。今度は、ピラミッドらしいです。なんだろう。クーロンヨーマー学園機みたいな感じなのかな。ひとみちゃんの家はそうなのかな。あなたもその年で一人暮らしは大変でしょう。遠慮しないで、またご飯でも食べに来てね。あ、優しい、ママ。ねえねえ、お兄ちゃん。早くパラダイム X やろうよ。トモコ、あなた宿題まだなんでしょ？終わってからにしなさい。それまだ終わってないけど。ふふ。あとでリケの部屋にいらっしゃいよ。一緒にパラダイム X やりましょう。え、どんな感じなんだ？パラダイム X って、仮想空間的な？おじさんもともこちゃんもモニターに選ばれたことすごく喜んでたね。本当はいけないことだけど、うまくいってよかったね。そうね。あれ？ねえリケ、メールが届いてるよ。お、メールだって。メールが一通届いています。はい。なんか怖い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 。やめて。やめてやめて。何？これってさ、リーダーからのメールじゃない？あ、そうなん。スプーキーズ通信ツールあるでしょ？デコードしてみて。はい。メールが一通届いてます。うん。デコード。デコード中。おー、すごい。デコードを終了しました。アジトを、は？芝浜区の南駐車場に移動した。スプーキーズ集合。スプーキー。リーダー。ア
事と移動？そんな予定聞いてなかったけど何かあったのかな。とにかく芝浜区の南駐車場に行ってみよう。残念だけどパラダイム X は後回しだね。まあしょうがないわな。おー、これで自由に動けるのか。おー、あ、動いてる動いてる。これ見て、パパに買ってもらったの。ナビゲートシステムっていうの。かわいいな、少女。L1 ボタンか R1 ボタンを押すと建物の名前がわかるんだ。灰色で名前の書いてあるところには入れないけど、白で書いてあるところには入れるのよ。お兄ちゃんもやってみる？おー、あ？ R。あ、なるほどなるほど。動いてる動いてる。おかしいなぁ。今度こそモニターに当たったはずなのに、ライセンス来ない。あー、ごめん。顔の利く知り合いに頼んで当選者に入れてもらったはずなんだぜ。誰かに横取りでもされたかな。あー、なんだ、お前もそうなのかよ。じゃあダメだ。おかげで、彼女にも振られちゃうし、どっかの誰かのせいで俺の人生めちゃくちゃだよ。いや、それはね、お前も悪いじゃん。私は悪くない。私は悪くないわ。ちょっと待って、違う。あ、ちょ、入っちゃった。なに、はい。この町、世界中から注目されています。なぜなら、この町はモデル都市だからです。私もこの町を視察しに来たのです。ここは素晴らしい町ですね。はい。そうなんですか？いや、なんか、まるでメニューなんだね。最初は再開発には反対だったんだけどね。住んでた家にも愛着があったし。でもいざ再開発されてみたらこんなに綺麗な街になっちゃって、生活も楽だし再開発様々だね。そうなんだ。自宅天体博物館赤いもん。え、どこ？南駐車場？ Is it? Yes。 あー、これで芝浜区に行けばいいのね。なるほどね。あー、なんかまたいっぱい人いるよ。あ、ここが南駐車場か。オッケーオッケー。いや、違うんだって。ごめん。一時メニュー開いてごめんね。よう、あ、もう、久しぶりじゃん。今何してんだ、誰？友人。俺、そろそろ働こうと思ってさ。今仕事探してるんだ。何かいい仕事あったら紹介してくれよ。お前、いいとか？辛いな。さっき俺、変な外人に道聞かれてさ、弱ったよ。だって英語なんてわかんねえもん。I can to speak English って言ってるのにしつこくてさ、それでもよく聞いてみたら、そいつ、ちゃんと日本語で喋ってたの。しかも、べったべたの関西弁でさ、すごい格好悪かったよ、俺。あららららどうしたん？そんなに聞き取りづらかった。滑舌悪かったから。今回のパラダイム X のモニター抽選も、ものすごい応募人数だったみたいね。私ももしかしたら当たるかもって思って応募してみたんだけど、やっぱりダメだったわ。私の周りには当選できた人なんて一人もいないのよ。本当に当たった人なんているのかしら。そんなに倍率やばいんだ。すごいね。大人気じゃん、パラダイム X。やりたいな。早くやりたくない？おい。ん？ゴーマデンって本当は豪華客船なのよね。あんな船に乗って世界一周してみたいわね。ゴーマデンって言えばそこのレストランなかなかいいらしいよ。今日はそこでご飯食べようか。それもいいけど旅行にも連れて行ってよ。最近八つ上がりなデートばっかでつまんないわ。なんかそんなね、カップルの話聞かされても困るんだけど。じゃあさっさと行きますか。アジトに行こう。おい、おいおいおい、かっこいいな BGM。 おいおいおい、移動先はここのはずだけどいないみたいね。どうしたんだろう、まだ来てないのかな。あ、すごいすごい、ムービーだ。かっこいい。いや、こういうさ、演出がかっこいいんだよな、このゲームはさ。全然覚えてないけど。話全く覚えてないけど。おー、開いたー。
先を越されたか。すまんな、急に呼び出して。桜井正宏、通称リーダー、ハンドルネームスプーキー。うんうん。ハッカーズグループ、スプーキーズの創始者でありリーダー。切れ者でメンバーからも信頼されている。お、どうしたんです？急に移動だなんて。いや、何？ちょっと気になることがあってね。まあ、中で話すよ。はーい。レッドマンねー。そんなハンドルネームのハッカーは僕も知らないな。リキの名前まで知ってたのでちょっと気になってしまって。ほんとね、怖いよな。心配することはないんじゃないか。ライセンスは無事に取れたんだし、よかったじゃないか。まあそうだけど、怖くない？でもこの奄美市はネット都市だから、そんなハッカーがいてもおかしくないさ。そうかな。でもそんなことを気にするなんてひとみちゃんらしくないような気がするけど。そう。あー、こう、いつもは後悔にけ。これね、すっげー大事な選択肢なんですよ。それだけ覚えてる。私はもうね、毎回ね、意外とセクシー選んでます。ちょっと何わけのわからないこと言ってるのよ。これね、ほんと大事だから。まあ、どっちにしろ、そんなに心配する必要はないさ。そうですね。あ、それよりその、さっき言ってた気になることって何なんですか？そうだな。先に二人に見てもらおうか。実は面白いものを手に入れたんだ。面白いもの。あー、来たー。これは銃ですか？そう思うだろ？ところがこの部分を引くと、おーい、来た来たー。え、これってもしかして PC ですか？ガンタイプ PC。 とりあえずそう呼んでおこう。それくらいしか分かってないんだ。ガンプね。確か。でもこれとアジトの移動と何の関係が？そいつを手に入れてから何度か妙な連中につけられたんだ。他に思い当たる理由もなくてね。ま、移動したところで気休めに過ぎないかもしれないが。でもこれがそんなに特別なものなんでしょうか？まだわからないが、僕なりに少し調べてみようと思うんだ。二人が早く来てくれて助かったよ。すまないが、後を頼むよ。僕はちょっとそれを買ったジャンク屋に出かけてくる。はーい。お留守番してる。そのガンタイプ PC が何なのかがわかれば、妙な連中の正体も見当がつくと思うしね。なるほどね。あとは好きにしててくれ。それじゃ。あ、行っちゃった。え、待ってくださいよ、リーダー。もう留守番のために呼び出したのかしら。でも他のみんなもすぐには来ないだろうし。リケどうする？あ、じゃあここでちょっとセーブを一回挟んで、あれだね、ガンタイプ PC 調べてみよう。はい、オッケー。じゃあガンタイプ PC 調べてみますか。動かないね。壊れてるのかな。でも他にやることもないし。あ、ねえ、パラダイム X 見ようよ。せっかくライセンス取れたのに、まだ見てなかったじゃない。ランチさんたちもやってくる、ん？やってるうちに来ると思うし。ねえ、そうしよう。何をしますか？外に出るのは？ちょっと、パラダイム X 見えるんでしょ？ごめんって。なんでそんな怒んの？あは、なんだかドキドキしてきた。おー、パラダイム X! はー、なんだこれ。あ、すごい、ナビ？パラダイム X にようこそ。こちらはアクセスの窓口となります。ユーザーズカウンターです。初めてアクセスされた方には、まず奄美市のネットワークについてご説明いたします。はい。最後までゆっくりご覧ください。チュートリアル的な？あははは。え？弱気を助け、強気をくじく、ネットのことなら私に聞け。誰だ？私こそこの街を守る正義の使者、キャプテンパラダイム。CP パラダイム。では早速、パラダイム X と親愛なる諸君をつなぐネットワークについて説明しよう。はい、お願いします。そもそも、パラダイム X とは、アルゴンソフト社の巨大コンピュータ、サーバーに作られた架空の街、あ、やっぱそういう感じか。架空都市、電子都市みたいな。
このサーバは諸君の PC とネットで結ばれている。これは奄美市独自の高速回線だ。すごいね、奄美市。このネットによって諸君は自由に自宅の PC からパラダイム X に出入りでき、その中で友人と会うことだってできる。あーいいね、そういうね、なんか電子世界歩き回る系のゲーム好きですこれがコンピューターネットワークだ。うん。ではそのネットワーク上に生まれた夢のバーチャルシティパラダイム X についても軽く説明しよう。お願いします。パラダイム X には映画館、銀行からブティック、ペットショップまで何でも揃っている。諸君は自宅の PC を通してこれらのサイバーショップをいつでも利用することができるのだ。これこそネットワークの生んだ未来型ライフスタイルと言えるだろう。家にいながらちゃんと実際にお買い物してる感じで味わえるっていう感じ。さあ、あとは諸君の目でその姿を直に体験してくれ。ではパラダイム X でハバーゴータイム合ってるクソバカだから英語読めないんだ。急に英語出されるとちょっと動揺してしまう。いかがでしたか？ではいよいよパラダイム X を実際にご覧いただきましょう。もしかしたらその姿にあなたは驚かれるかもしれませんね。パラダイム X を終了したいときはここにお越しください。では行ってらっしゃいませ。はーい、行ってきます。あ、すごいすごいすごい。あー、おーおー、あ、勝手に動く勝手に動く、視点が、あおー、重いかくつく。こんなところなんだパラダイム X って。すっごく素敵ね。そうか、なんか殺風景だけどね。リケ、どこから入ってみる？どうしようか。あ、すごい、あ、めっちゃかくつくわ大丈夫かなー。あー、そうだよね、こういう感じだよね。メガテン独自の、トーク。あ、すごいすごいすごい。LR で動ける。ラブクラ知ってる？言っとくけど、クトゥルーとは関係ないよ。なんてね。ラブクラ？あー、そういうこと？あー、わかった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 。そっちね。ラブクラフトの方ね。素人さんにはちょっと難しいギャグだったかな。ラブクラって VR 相性診断のことだよ。そこで私、赤いマントの似合う渋いおじさまと相性がいいって言われたんだ。もう断然好みなの。あんな人どこかにいないかな。ソシオフォーラム入れないの？これ、入れる、入れるわ。え、なんかつい丸ボタン押しちゃうんだけど、メニューなんだよね。あれ、ボタンがメニューなんだよな。お、おしゃ、おしゃ BGM。おー、カムカムエブリバディ、ソシオフォーラムへようこそ。何をしますか？話をする。じゃあスーツの女の方から。ネットに入ってる女性ってだけで男の人がどんどん声かけてくるんだって。ここもそうなのかしら、ちょっと心配だわなるほどね。おー、パラダイム。いや君、パラダイム X 内の移動にはもう慣れたかな？全然慣れないっす。 3D でスムーズに動けないという君は、バツボタンの方向固定、あ、バツボタンで方向固定、はい、L1、R1 ボタンの移動を使ってみるといいかも。あ、さっき使いました、ありがとうございます。けど後ろ向きや横向きではドアは通れないから注意が必要だ。それではありがとう。すごいな、目玉男、目玉男。いや、パラダイム X のモニターに当たるなんてラッキーだったぜ。それだけかい？まあ、いっか。オタフォーラムへ。お風呂、夕日、ビーチ。お風呂行こう。あ、なんだなんだなんだ？いい感じの BGM。心と心の触れ合う場所、お風呂フォーラムへようこそ。何をしますか？話をしましょう。太った男。風呂にもルールがあるようにネットにもルールがあります。は、はい。人を嫌な気分にさせないネットのエチケット、それをネチケットと言うんです。はい、ありがとうございます。PC でパラダイム X やってると、すぐ親が勉強しろとか言うんだけど、全然 PC 使えない親に言われても説得力ないよなぁ。これからはこれの時代なのに。もうね、結構前のゲームなんだけどね。ほんとそうよね。ジャパニーズフロー。でも、なぜこんなところにあるのですか？あは、これがジャパニーズトラディショナルコミュニケーションスタイル？そうですか。私の国にはちょっとないです。どうなんだろうね。
ピーチフォーラム。お、ビーチ、あ、ビーチだ。毎日がリゾート、ビーチフォーラムへようこそ。話をしましょう。若い女、ここってリゾート地の気分が味わえるようにって作られたのよね。そうなんだ。ま、本物のビーチほどじゃないけど、ここもなかなかだね。ここがビーチフォーラムね。ま、ダサい場所だったらもう来ないつもりだったけど、ここなら来てもいいかなって感じ。なんか超上からだな、おい。偉そうやな、みんななんか。あ、間違えた。なんとかフォーラムに入ってない。ちょ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 。もう一回いいですか？もう一回、ごめんな。あ、ちゃんと最後に入ったフォーラムから入れるんだ。すごいな。じゃあ、他フォーラムで、ユーフィフォーラム行ってないんでね。うん。わかんなくなっちゃうな。失われしあの日へ、ユーフィフォーラムへよく、あ、なんかすごい、ペルソナ4みたいじゃない？話をする、小さな男の子。鳥さんはいいなぁ。自由に大空を飛び回れて。その年で、その年でそんな。あ、こんなところにタンポポ。うふ、かわいいな。お前、何があったんだ。行ってみろ。この姿なら誰にも私だってことバレないもんね。だから好きなこと言っちゃうわよ。え？私って外面がいいからストレス溜まるのよね。苦労してんのよ、ほんと。あー、そっか。電脳世界だから、姿とかも自由なのか。なるほどな。学生姿の男、なんかこいつ陽介に似てない？あ、全然似てないわ。私こんな若い格好をしてますけど結構な歳なんですよ。とはいえまた違う自分で入れるのもパラダイム X のいいところですから、楽しんでいこうかと思っております。なるほどね。じゃあ出ますか。あれ見て、空に何か浮かんでるの。もっと奥に行けばよく見えるかな。なんか全然。夕日フォーラム。あ、なんかあれか。出口が違うのか。いや、これ迷うぞ。迷うっていうか、かくつくしな。VR 美術館っていうところに行ったんだ。綺麗な絵がたくさんあったよ。でね、そのうち絵の中に入れるようになるんだってさ。すごいね、それは。絵の中に入るんだ。あ、ねえねえ。ほら、映画館があるよ。ねえ、入ってみせてよ。入ってみせてよ。入ってみせてよ。入ります、じゃあ。え？あー、なんかいた気がするなー。覚えてないけど、VR でヒーホー。3D アミューズメントアトラクションバーチャルクラブへようこそ。君、ここ初めてだね。じゃあこのバーチャルクラブについて説明するね。ここは 3D 空間のアトラクションを VR、 つまりバーチャルリアリティで楽しむ場所なんだ。いくつかあるアトラクションの中から好きなコースを選択し楽しんでいただくシステムだほう。で、どんなアトラクションがあるかっていうと、例えば VR 美術館、ここにある絵は見るだけじゃなく中にも入れるようになるんだ。次に恐怖の洋館 VR ホラーハウス。果たして君は迫る魔の手を逃れて脱出することができるのか。ひーひー。他にもみんなを VR の世界旅行へ案内する VR ツアーズや底迷宮 VR パーク、体当たりの謎解きダンジョン級、恋の心電図、愛称ラブクラブが用意されているよ。それじゃあ早速トライだほう。カジノとかあんの？ちょっと待って。なんか全然話的に進んでないんだけど、どうしようかな。ここで切ろうかな。なんか本当に概要だけっていうか、まだまだストーリーの序盤にすら入ってないんですけど、まあこんなところで今回終わろうかな。ではここまでご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけたら嬉しいです。ではでは、またなー。